もうね、いい感じになってきましたね。はい、これぐらい色づけば、はい、何しようかな。挨拶投票制とかにしようよ。なんかコメントに書いてあるの俺言うからさ、何でも言うから。規約に違反してなければ何でも言うからさ。今募集でお願いします。これこの動画で募集でお願いします。はい、酔っ払いに言わせたい挨拶募集します。もうコメント欄に書いてください。ということで俺です。今日はですね、もうね、結構限界が近づいてきた。限界になると食べたいものって皆さん何ですか？いろいろあると思うんですよ。ラーメンだとかお茶漬けだとかいろいろね、あると思うの。僕ね、唐揚げです。ということでですね、今回は 75% の確率でできるんですけど、特殊な唐揚げ、台湾風唐揚げっていうのを作っていきたいと思います。非常に美味しい唐揚げなんですよ。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、用意していただくのはこちらですね。これ胸肉ですね。胸肉の方が安いからね、安くてヘルシーなので、胸肉でもね、すっごい柔らかく仕上がるんで、これ大体300から350ぐらい。生姜 5g、 ニンニク 5g です。はい、国まれですね。4合瓶で用意しますね。グラスに注いでいきます。そして飲んでいきます。台湾風唐揚げということでですね、一枚肉でやっていくのこれね、コツがいるんですよ。これね、すごく太いので、ね、すごく熱いじゃないですか、これで。熱い胸肉をね、そのまま揚げるとずっと中まで火通らないんですよ。だから開いていきます。大体ね、一回開いて、ここも一回開くと、はい、でこうするとこういう感じでね、ちょっとね、平たくなるんですね。サランラップをね、こう引くんですね、はい、ちょっとね、多めに引いた方がいいですね。ここで重要なのが国まれなんですよ。皆さん、また酒飲みが飲むためだけに全然関係ないもん出したよって誰しもが思ったでしょ。国まれをね、こうやって使っていくんです。鶏胸肉が国まれのパワーによって、国まれのパワーによってこんなに平たくなるんですよ。まあ、どうですか、こんなに平べったくなりましたね。まあ裏返すと こんなになるんですね。鶏胸肉はね、平たくしてあげることによって熱が通りやすくなってね、結果柔らかく仕上がるんですね。この工程必ずやってください。醤油がね、大さじ3ですね、はい、と日本酒大さじ1。あ、ここは国まれじゃないんだって皆さん多分ほとんどの人思ったんでしょうけど、ごめんなさい、これちゃんと理由がある。国まれはすごく美味しいお酒なんですけど、これ香りがかなり独特すぎて、料理に使ってしまうと結構国まれになっちゃうので、これは料理用の選手を使ってます。はい、これは美味しいお酒なので飲みましょう。みりんですね、みりん大さじ、だから醤油3、みりん1、酒1ですね、はい。今回の唐揚げはお砂糖すごく甘み重要なので、お砂糖入れてください。お砂糖小さじ1でいいです。ほんと使いたくなかったんですけど、ウシャンフェンを使います。はい、シナモンとかホワジャオとか八角とかクローブとかが全部入った調味料、必ずスーパーに売ってると思います。はい、これを使わないと台湾風になる。もうほんと使いたくなかったんですけども、ポイントなのはなくてもうまいんですけど、台湾風と歌うんであればこのウシャンフェン使ってほしい。ウシャンフェンを、小さじ半分入れていきます。あと、まあ胡椒、これはお好みで、はい、ちょっと入れてくださいね。はい、味の素ですね。1、2、3、4、5、6、7。にんにくはね、皮取ってくださいね。5g ですんで、これ全部入れちゃいましょうね。はい、にんにくの香りがねしていいの。あと、生姜、生姜もにんにくと同様です。これがうまいんだな。でよーく混ぜてください。よーくね、交わるように混ぜてください。はい、鶏胸肉ね、さっき薄くした鶏胸肉、はい、漬け込んでいきます。はい、裏返してまんべんなく鶏肉になじませていきます。この状態でですね、だいたいね30分ぐらいですね。途中15分経ったらね、裏返してください。こんな感じでね、漬け込んでいきます。はい、ではですね、漬け込みが終わりました。途中でひっくり返しながら、30分漬けましたね。はい、30分も漬けるとですね、結構薄いお肉なので結構ね、味がついてきますんで、そうしましたらですね、大きめのこれね、鶏肉1枚収まるぐらいのフライパンを用意してください。ここにですね、油を引いていきます。油ね、高くやってください。こうすることによって凄腕の料理研究家感が出ます。
はい、こんな感じですね。分量的には、ね、大さじ3ぐらいですね。揚げ焼く感じです。お肉なんですけども、まず、たっぷりついてるタレ、これね、タレはね、多めについてるので、ちょっとね、切ってください。そうしましたら、ね、こんな感じで、はい、お肉をね、片栗粉につけていきます。はい、こんな感じでね、はい、まあ、やや厚めについても全然平気です。全面にね、つけてあげてください。こんな感じで、中火ぐらい、避けておく。このなんだ、バットにね、はい、油切らないとね、結構ね、油油になっちゃうね。結構ね、多めの油ぐらいなんですけども、一つの一枚肉でやることによって油が少量で済むんですね。薄いので一枚肉を揚げるよりも短時間で済みます。じっくり火を通すのがいいかなと思いますね。鶏肉をつけるときは常温にしてください。常温で室温で、つけてる。なぜかというと、冷蔵庫に入れるとね、肉冷たくなって中まで火が通るのが遅くなっちゃいますんでね。30分じゃね、そんなに衛生的に危険はないので、このあたりでちょっとひっくり返してください。じっくり焼いていきますよ。噛んだときはさぞかしサクッといくんでしょうね。唐揚げ大好きおじさんなのでね。違う、唐揚げ大好きお兄さんなのでね。中火でね、ちょっとね、長めにやります。なぜかというと、一枚肉使ってるんで、中にね、火がね、入りにくいんで、外がね、焦げすぎないように、はい、今ね、一回ひっくり返しましたけども、これぐらい色づけば、はい、こんな感じで、はい、バットの上に火なんです。この状態だと生はね、まだね、ミディアムレアぐらいなので、3、4分休ませます。はい、そうすることによってどん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 ね、中に火が入っていくんですね。それで非常に柔らかくなる。最近分かったんだけど、難易度が高ければ高いほど酔いがね、冷めるんだ。簡単であれば簡単なほどベロベロっていうことですね。レンジ系とかやばいよね。もう本当に気抜いてやってるんで、揚げ物はね、やっぱね、ベロベロだとね、なかなか難しいと思いますよ、僕は。本当にね、34歳、インスタ映えしたいんで、クッキングペーパーをだいたいね、ちょっともうはみ出るぐらい、こんな感じでね、休ませてた唐揚げです。折り返しますね、折り返します。はい、こうやってこうやってね、包んでもらって、はい、台湾風完成です。はい、ということでですね、できました。早速食べていきたいと思うんですけども、やっぱり唐揚げにはハイボールハイボールハイボールと唐揚げの相性は木の葉にて最強。まあ、毎回唐揚げだとちょっとみんな飽きちゃうかなと思って、やってないんですけども、はい、ね、はいはいはい、ね、おっとっと、これどう、すごくない、これかぶりつきますね。いただきます。うまっ、これ、やばいやばいやばいやば、これちょっとやばいわ、マジ。俺店開こうかな、これ。めっちゃめちゃ柔らかくて、めっちゃめちゃ味しめてて、うまい。これちょっとやばいわ、これはもうザクザク。ウーシャンペンの香りがいいですね。幸せすぎるわ。一人一枚余裕ですよ。スパイスの力ってすごいね。いや、絶対やってほしいですね。原価も全然かかんないので、恐ろしくうまいぞこれ。至高シリーズに匹敵するぐらいうまいぞこれ。なんでこんな柔らかいの。皆さんぜひね、ハイボールまたビールでね、これかじりながら飲みながらね、皆さんいい思いをしましょう。ワクワクさん、